の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と思いましたが、その前に、チャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。はじめに当チャンネルは中立的な立場で発信しています。また、本コンテンツは事実をベースに作成しています。事実と感想を分けて発信していますのでよろしくお願いいたします。そして、ワクチン接種するかしないかは最終的に自己判断です。では改めまして、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサは、ワクチンを打つことは義務だと思う、それとも権利だと思う。いきなり難しい質問だな。個人的には権利だと思うぜ。風邪をひいた人がどうやってその風邪を治すか選べるのと同じで、ワクチンを打って治すか、他の方法で治すかを選択する権利は私たちにあるんじゃないか。いい答えね。確かにワクチンを打つ、打たないは権利よ。だけどね、海外ではワクチン接種が義務化されている国もあるのよ。え、知らなかったぜ。ということで今回はアメリカのバイデン大統領が新型コロナウイルスのワクチン接種を義務化した件についてお話しするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。アメリカのバイデン大統領は9月9日に新型コロナウイルスのワクチン接種を義務化する大統領令に署名したわ。法的拘束力のある大統領令によって、ワクチンが義務化が命じられたことは、アメリカ国内で大きな波紋を広げているわ。ワクチンの義務化は誰を対象にしてるんだぜ。主に連邦職員や一部の医療従事者を対象にしているわ。また100人以上の従業員を抱える企業に関してもワクチン接種の完了証明か、週に一度の感染検査の陰性証明を従業員に提出させることを求めたわ。また、バイデン大統領は15日、ワクチン接種の義務化を進める目的で米国内企業の CEO らと会談したらしいわ。会談に参加したのはウォルトディズニー、マイクロソフト、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスなどの CEO よ。有名企業の CEO と会談することによってワクチン接種義務化を促進したいのかもしれないな。でもさ、ワクチンって任意で受けるイメージがあったけど、そこんとこどうなんだぜ、なんか反発とかなかったんだぜ。当然あったわ。じゃあここからはアメリカ国内でどのような反発があったのかについて詳しく説明するわね。ワクチン接種の義務化に対してアメリカ市民の意見は二分されたわ。まずは賛成意見。アメリカは感染者が増大傾向にある。しかしワクチンを打つことで重症化は防ぐことはできる。だからワクチンの義務化は仕方ないというのが賛成派の意見ね。一方で反対派の意見としては、ワクチン接種の義務化はワクチンを打っている人とそうでない人の間で差別が生まれる可能性がある。だから義務化には反対だという意見が多いわね。重症化を防ぐためには仕方ない。差別が生まれるから反対。どちらの意見もわかる気がするぜ。意見が割れたのは市民だけではないわ。アメリカ与党と野党でも意見が真っ向から対立しているわね。与党、民主党はバイデン大統領が主張しているように国民を守り経済を回すためにワクチン接種は義務化すべきだという意見でまとまっている一方で、野党、共和党はそれに反対しているわ。野党、共和党の州知事デサンティス氏はバイデン大統領の行うワクチン義務化は、違憲だと反対し、サウスカロライナ州マクマスター氏は、市民の生活を守るため、政府を追及していく構えを見せているわ。またアリゾナ州の司法長官はワクチン義務化を、不平等で違憲だとして政府に対して訴えを起こしているわ。今回の義務化の件で政府を訴えたのはこれが初めての事例よ。当然反発はあると思ってたけど、訴えまで起こされてたんだな。違憲っていう理由で義務化に反対している人が多いけど、どうして、違憲なんだぜ。個人の自主性や、医療行為を拒否する権利を侵害する可能性があるからだと思うわ。ただ、これを根拠に数ヶ月前大学でのワクチン接種の義務化に反対した学生がいたらしいけど、訴えは退けられたわ。今回、訴えを起こしたアリゾナ州司法長官の意見は果たして通るのか、否か。もしも通ったとしたら、アメリカのワクチン接種が難航しそうだぜ。ワクチン接種の義務化を行ってるのってアメリカだけなのか。いいえ、他の国でも行っているわ。どういう国が義務化を行ってるのか知りたいぜ。イタリアやフランスなどヨーロッパの国の多くがワクチンの義務化を行っているわ。イタリアでは飲食店、劇場、スポーツジムなど多くの人が集まる屋内施設を利用する際、ワクチン接種証明の提示が義務付けられているわ。もちろん罰則もあって、提示義務に従わない場合は、客、施設側双方に最低でも400ユーロ、日本円で5万2000円の罰金が課されるようになっているの。加えて、施設側が繰り返し提示義務を破った場合、最大12期間の営業停止が課される場合があるわ。
フランスでもイタリアと同じように飲食店、劇場利用の際に接種証明、陰性証明の提示義務があるほか、飛行機や高速鉄道などの長距離交通機関を利用する際も提示義務が課されているわ。フランスの場合は罰金は135ユーロ、日本円で1万7000円。証明の確認を怠った場合は施設側に最大7日間の営業停止、繰り返した場合は1年の禁錮刑に加えて9000ユーロ、日本円でおよそ117万円の罰金が課される場合があるわ。フランスは、イタリアと比べてかなり罰則がかなり重いな。その分、反発も強そうだぜ。当然反発はあったわ。デモ活動が行われ、ネット上で批判が飛び交ったわ。さらにそこからワクチンの接種センターやワクチンを推進する政治家の事務所のドアが破壊されたり、視聴者にかけられた大統領の肖像画が外されたり、乱闘騒ぎになったりと反発は大きくなっていく一方ね。大変なことになってるんだな。でもなんでみんなワクチン接種の義務化に反対するんだぜ。アメリカのワクチン義務化の件で少し触れたけど、ワクチンを義務化することで差別を助長する可能性があるからというのも理由の一つでしょうね。でも、そんなの可能性の話だろ、どうしてそこまで恐れる必要があるんだぜ。アメリカは人種差別が深刻化している国よ。黒人差別が特に有名だけど、今回コロナが流行して、アジア系の人々に対する差別も行われるようになったわ。コロナに関する差別がとても身近なところにあるからこそ、あるいは実際に差別してきたからこそ、ワクチン接種が義務化して、ワクチンを打っていないことで今度は自分たちが差別されるかもしれないと恐れているんじゃないかしら。なるほど。差別が身近にあるからこそ、自分が差別される要因になるものは遠ざけておきたい。だからワクチン義務化に反対なのか。ワクチンに対する、恐怖から義務化に反対しているとも考えられるわ。ワクチン接種が始まってから多くの副反応や、副反応による死亡例が報告されたわ。またワクチンに異物が混入するというニュースもあったわね。このような事故が重なって、人々のワクチンに対する、恐怖が肥大し、義務化に過剰に反発するようになったんじゃないかしら。またワクチンによる死亡事故を過剰に取り上げるメディアやワクチンについて科学的根拠に乏しい意見を吹聴している人々の存在も、ワクチンへの忌避感を育てた要因だと思うわ。確かに、副反応とか死亡事故とか聞くと打ちたくなくなる気持ちもわかるな。あるいはワクチン義務化のための準備をするのが大変というのも理由としてあるかもね。飲食店が、来店者のワクチン接種証明をいちいちチェックするのは大変だし、従業員全員にワクチンを接種させなければいけない場合、人手不足に陥る可能性もあるわ。またバスや電車など長距離移動の際、接種証明を逐一確認していたら遅延する可能性もある。接種証明をチェックするための店内ルールを定め、機械を設け、チェックのための人員を確保する。これだけでも相当なコストが店にかかるの。とても大変よ。明日からワクチン接種証明を確認してください。って言われてもなかなか対応できないもんな。ただでさえコロナで経営が悪化している中、コストがかかることはしたくないよな。アメリカやフランスで猛烈な反対にあったワクチン義務化だけど、日本ではまだ行われていないわ。差別につながることを危惧して、政府は慎重な姿勢を見せているわ。まだ、努力義務イコール、接種を受けるように努めなければならないという段階ね。慎重でいいと思うぜ。日本の、特に地方の方だとコロナにかかったってだけで近隣住民から差別を受ける場合があるからな。もしもワクチン接種を義務化した場合、接種を受けてないって理由で同じように差別されかねないぜ。私もそう思うわ。ただ、今は国内の政局が不安定な状況よ。次の首相が誰になるかによって、ワクチン接種が義務化される可能性もゼロではないわ。そこで、ここからはもしも日本でワクチン接種が義務化されたらどうなるか考えていくわ。日本でワクチン接種が義務化したらか。マリサはどう思う？さっきも言ったけど当然差別は起こると思うぜ。あとアメリカみたいにワクチン接種の義務化は、違憲かどうか、議論される気がするぜ。義務化に踏み切った与党への追及も野党を中心に行われるでしょうね。デモはどうだぜ、日本でも起こりそうか。起こるには起こるけど、フランスのような暴動まがいのものにはならない気がするわ。義務化を受け入れてもらうために政府はどんなことをすべきだろうな。もし、ワクチンの副反応に対する恐怖を理由に義務化に反対している人がいるのなら副反応が出た場合の保証を今よりも徹底すべきだと思うわ。今はまだ因果関係が完全に明らかにならないと副反応による健康被害を受けたと認定されない状況なの。そうじゃなくて、ワクチン接種後に想定される副反応以上の健康被害が出た人はみんな、たとえ因果関係が証明されていなかったとしても保証が受けられるようにする。でなければ、ワクチンの忌避感はなくならないままよ。確かに、義務化して健康被害のリスクを背負わなければいけないなら、それに見合う保証が欲しいところだぜ。
あとメディア全体がもっと科学的根拠に基づいて話すようにならないとな。今のメディアはただ無責任に政府の政策を批判しているようにしか思えないぜ。そうね。政府と足並みを揃える必要はないけど、建設的な議論を行う場としてメディアが機能する必要はあると思うわ。そうなれば義務化した際の問題点も浮き彫りになって、ワクチン接種の安全性や効率性も高まると思うわ。ということで今回はアメリカのワクチン接種義務化をもとにいろいろ話してきたわ。どうだったマリサ？日本ではあんまりワクチン接種の義務化について議論されてないんだなって感じたぜ。今、日本は海外を俯瞰できる状況にあるんだから、海外の事例をもとに今のうちに、義務化について話し合っておくべきだと思ったぜ。今のうちに議論しておいて、義務化する場合にも、しない場合にも備えられるようにしておくといいかもしれないわね。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。